2分57、32。どうやったんですかね。あかんかなっていう。ガオちゃんの西成チャンネル。おはようございます。今日はちょっと、M1 グランプリ2回戦がありますので、その一日をご覧いただきたいなと思います。なんとか緊張してもしゃあないんで、適当に行こうと思います。ちょっとね、体調管理だけ大事なんで、髭剃って、ちょっと軽ランニングだけ行って、朝過ごして、もう昼前には SS ホールっていう大阪城公園の、劇場行かなあかんので、気持ち高めて、森の宮駅の方向かいたいなと思います。M1、そっといっぱい髭を剃れば剃るほど調子が上がるはずさ。走ってきます。もうこの時期でもね、しっかり日焼け止め塗っとかなあかんませんからね。もうおっさんなんで、ちょっと走って気持ち高めたいとな。調子上がるんで、やっぱね、カルバセリっていうのは。西成チャンネルということで、やっぱ朝日浴びるの気持ちいいですね。はい、浴びの遥かさに見えて、ちょっとね、地元の神社、こういうとこよく行くんで、地元の神社で、カラお参りして、ちょっと気持ち高めようかなと思います。いや、天気もめちゃくちゃ涼しくて、秋の感じで走りやすいし、最高の天気を、今日に持ってきていただきましたね。はい、と気持ちいいんで、軽体操と軽ネタ練習をちょっとね、せっかくの公園でして、うどん食べに行きたいなと思います。体操と、ネタ練習し終わりました。こういう入れ替え系のあれでやってるんで、こうやってね、体をほぐしといたらね、声出るんで、ここで一回ほぐしきっとくっていうのを、これ今日のほぐしは一旦終わるんで、これで、このランニングは意味あります。気持ち高めです。うどん食いたい。いや、マジでいい天気。ほら、秋のあれやんか、秋の。まあということで、鶴見橋商店街のこんぴらさんうどん食べて、朝を仕上げて、で帰って、感じで汗かいたからシャワー浴びて仕上げたいなと思ってます。はい、ということで、かんぴらさんうどんうまかったですね。最高の朝迎えれますわ。これで日差しも浴びて健全すぎる朝。いや、というのもね、健全じゃない夜やったんですよ。寝る前にネットフリックスで地面師たち見て、ちょっとおもろいんですけど、ちょっと怖すぎて、夜中中怖い夢見てて、ちょっとね、不健全やったんで、健全な朝に帰れてよかったです。怖いよ、地面師。疲れた。いや、でもいい体のほぐれになりましたんで。西成の朝は一味違う、あれも三味も夜あれ違う時あるけど、基本的には一味違う。朝の儀式大体終わったんで、ちょっと軽横なりになって、ちょっと鋭気養って、もうちょっとしたら11時ぐらいには、11時前には家出ようかなって感じで、ちょっとだけ鋭気養います。部屋もちょっと片付けて、これ万全でございますので、まあそんな気負わずに普通に行こうと思います。今日ちょっと暑いんで、もう半袖で行けそうです。ぶちかましていきたいなと思います。できます。西成チャンネル。はい、環状線で、森の宮向かいます。暑いね、結構暑めだすわ。両晴れやね、両晴れ。大阪城公園、大阪城もちょっとキラッと見えてますわ。 M1 ね、必勝法もあるんで、結局 M1 はタイムっていうのをね、この前の YouTube でも上げたんですけども、例えば 2回戦やったら3分なんですよ。だから3分000000ってどこまで正確な3分が出せるかが勝負の決め手やと思うんで、タイムだけ、ネタとかその辺はね、
あれ二の次なんタイムだけなんとかコンマ 3.000000 っていうとこだけ、はい、目指していきたいなと思います。ちょっと歩く、時間しっかり着せなあかんので、あの後で体感合わせだけやって体感時間合わせだけやってはい向かいたいと思います。まあね、ちょっと M1 の秘策はありまして、はいはい、秒数を完全に 3.0000 目指すっていうのはそうなん秘策なんやそれ。結局タイムっていう一応僕はデータ出したんで、ああ 0.コンマの世界を競っていくっていうやり方だけを意識してやったらなんとかなると思うんで、はいはい、パフォーマンスとかはまあ二の次と時間ですか。時間そうですか。一本釣りで行くんで。どうもありがとうございました。2分57、32ですね。あと 2.68 秒欲しい。まあまあちょっとよかった、時間は収まってるから、まああとこの本番でなんとか 2.68 秒詰めたいなと思います。ということで、まあちょっと時間、体感時間合わせ終わりまして、はい、まあまあまあちょっと 2. 何秒差があったか、これ本番どれだけ詰めれるかの勝負になると思います。森の宮ということで森の中を通って向かいたいと思います。まあ対策としてはやっぱり M1 ね、1回戦もそうですけどリスペクトしすぎないというね作戦で、リスペクトしすぎたらね、やっぱね、逃げてまうんで、逆に下に見るという作戦をとっております。まあ中はね、撮影できないので、この感じで、なんとか M1 ぶちかましていきたいなと思います。いい報告ができればと思いますので。ということで、M12 回戦終わりました。どうやったんですかね、どうやったのかなって感じです。はい、いやそれでも体感としてはいや全然そのもどうなんやろうって感じはありました。いや難しいとこですね。いつもね森の目ここねラッパ吹いてるんですけど、いやー難しいとこわからんね。いやないことないでしょうけど絶対良かったって感じでもないんで、まあでもタイムがいいタイム出せたと思うんで、そのタイムが評価タイム点どこまで評価されるかですね。まあでも受かってもね落ちても生きていくしかないんで、はい、まあ電車乗って一旦西成に帰って落ち着きたいなと思います。いやー天気いいんですけどね、わかりませんな。まあでも、ガタガタ言うてても仕方ないんで、そんなね、まあまあ帰りますわ。とりあえず西成帰ってきました。いやーなんかねそわそわする状況なんで、バチよかったなって感じで行きたかったんですけどね。まあちょっと、寝るしかないですわこれ。寝ます、家で。起きててもしゃあないんで、胃に待つ。とりあえず寝ます。ちょっとどうやっても落ち着かんので寝れへんし、ちょっと10月10日銭湯の日ということでもう銭湯行くしかないんで、ちょっと西成の銭湯で頭冷やしていきます。ちょっと一旦銭湯、日の出さん来ました。銭湯で、時間潰すしかないですわ。腹も減ったけどなんか空気せえへんというか。西成チャンネル。はい、ということで、日の出さん入ってまいりました。サウナがっつり入らせてもらって、気持ちもう秋の外でまたこれ気候も最高でございますので、はい、まだ結果出てない、ちょっと家帰って、あれこれしてたら多分結果出ると思うので、はい、心して受け止めたいなと思います。はい、ということで帰ってきたんですけど、まあちょっとね結果まで、どうしようも過ごしようないんで、とりあえず寝ます。寝るしかやることないです。よいしょ。 M1 グランプリ2024 2回戦本日の審査結果発表でございます。はい、さあ、ね、それでは発表します。そしてエントリーナンバー惜しい、よかった。よかった。危なかったけど、受かりました。危なかった。なんとか受かりました。ということで、なんとか3回戦進出できました。銭湯の日に受かれてよかったです。いや、でもマジでラッキーというか、たまたまですな。まあまあ、でも、それでもよかったです。まあちょっとなやかんやして、ご褒美にいきなりステーキとかでも食おうかなとか、思ってますね。いや、ちょっと正直、あかんかなっていう感じで、待機してて発表見るも嫌やったんですけども、よかったですわ。まあまあ気持ち高まりました。西成チャンネル。ラムーで2個買ってきたんで焼肉します。今日はこてっちゃん
なんか下がり、アシラくんが家に来るんで一緒に、焼いて食べたいなと思います。よ、あの紙一重なんですよね。2回戦とか3回戦とかこれからもそうですけど、なんかほんまラッキーというか、なんか日程とかで日によって雰囲気も違うし、ほんま紙一重なんで、まあラッキーと思って次もやりたいと思います。もう全然その日が変わればね、結果とかもそれぞれみんな変わるし、結構毎回ギャンブルなんで、もうこっからは運でございますので、まあ受かったからってね、おもろなるわけでもなくて、おもろっつっていうのはね、基本も別に変わらんというか、受かったからって受かったからおもろなってるってわけでもないんでね。ちょっとカセットコンロとかないんで、この部屋で、あ、ここキッチンでもちょっとブース作ってったジェイクジェイクします。来ました、よし、ちょっとチミチミやりましょうよ。はい、あたす、あたす、あ、うまっ。結構白とか、うまっ。いいですか、うん、大丈夫ですか。これにしとかね。半ぐらい。うん。これにしでやったやつ。いただきます。うん。肉。ふう。うまいわ。ここ肉あるからな。おう、いいね。うん、いいやろ。換気扇の下でなんか肩のていいですね。これがいい。下がりがええよ、でかい。まあ、花火みたいなもんやからね。これ下がりです。これテーブルもバーベキューかなってやろ。これ、なんか牛の下がりってことですよね。ほら、ほら。うわ。肉だよ。肉やろ。肉うまいね。うまっ。肉、うんうんうん、最高ね。あ、そんなにいいのか。最高っすね。最高っす。このキャンピングカーの感じでキッチンでやるの、これまた出てやりましょう。なんと、したくなります。あ、これ見た。なんかサッカーも見ながら、いやでも、どうしようかな。ということで、波乱万丈の、一日ではございましたけども、なんとか、次進めてよかったです。まあでも、ほんま紙一重というか、ね、またまたまみたいなもんなんで、はい。まあ、まあまあ、思うようにだけやっていきたいなと思います。難しいもんです。紙一重のやつよね。2回戦はやっぱ難しかったんで、ここから ずっと紙一重なんでね、あとはもう運任せでございます。西成、西成、西成チャンネル。